お恥ずかしい。どうした？それは私の趣味でね。まだやるとも何とも言ってないんだぞ。あいにくそいつはそんな立派なやつじゃねえぜ。お、荒野をダッシュでやってきて、もう体中ほこりだらけでぜいぜい言いながら汗たくでそんなやつじゃねえぜって言ったのかな。そいつの名を聞いたら驚くぜ。教えてやろうか。そいつの名はキッド。キッドだ。何キッドだね。そういえばこの手配書の こらテーブルに足をかけちゃダメだよ。その首にかけられた賞金は5,000ドル。そいつをいただくのがこの賞金稼ぎ。マッドドッグ様よ。嘘だ。残念だが俺は嘘はつかねえ。嘘だよね、おじちゃん。嘘だ、どんどこどーん。嘘じゃない。嘘だ。さすがのキッドもガキにはお手上げか。てめえのおかげでゴールドには逃げられちまうし、今度こそケリをつけさせてもらうぜ。表に出ろ。け、決闘だ。決闘だ。決闘だ。オペラ歌わなきゃ。逃げるなよ。影がいいね。すいません、ちょっと裏口から出してもらえませんかね。すいません、牛乳もらえませんか。牛乳を口に含んでまずそれで目つぶしをして、ここら辺もボイス欲しいな。よーし、アニーの部屋に入って タンブルビード君、ものすごい量積まれてるらしいね。なんだよその顔は。いろんなとこに種を運んじゃう。そうか、害悪の存在。俺たちの関係もこれで終わりかと思うと寂しいか。ダンブルウィード君、わかるぜその気持ち。実際の西部劇の時代にはなかったらしいね。いい加減蹴りをつけようぜ。最近見かけたよ、西部劇映画でどう頑張っても映り込んじゃうから。背中合わせに歩き、5つ数えたら振り返って勝負だ。いいや、もう入れちゃえってことで映像に収めちゃって、で西部劇というとそのカラカラカラとタンブルウィードが来るから行くぜ、代名詞的なものになったけども、実際その時代には1つなかったっていう。2つ、3つ、4つ。プルプルしてる。5つ。ブキュン。ここかっこよすぎる。上手に隠れてたね。通販版だとね、見下ろしでその下の方が、下の建物の屋根で見えなくて、うん、プレイヤーからは見えないけど、
3D になったら こいつはクレイジーパンチどうなるんだろうと思ったらちゃんとあの二人隠れていてくれたね。見えてたのか。いつからそこに隠れていたんだろうね。つまらねえ邪魔が入っちまったな。パイクが急いで帰って二人先兵として来たのか、それとも三人で来てて。すげえ二人とも。パイクがこの二人が組めばダッシュで出てきたからどうしたってことで。クレイジーバンチだって張っていたのか。ねえあんたたち、クレイジーバンチの奴らを倒してくれないかい。仕方ねえな。女に頼まれちゃ断れねえ。キッド、残念だが勝負はしばらくお預けだ。クレイジーバンチの奴らを片付けるまではな。ピッコロさん優しいね。最近変身を重ねたらしいな。ドラゴンボールのあの最新の映画面白いらしいね。連中は結構な数なんだろう。まともにやり合っても勝ち目はねえ。俺は無駄死にはごめんだぜ。まずは奴らについて聞かなきゃよ。身長、体重、年齢、好きな食べ物、おいらたちゃ旅芸人。あとはお風呂でどこから洗うかとか聞いてもらわなきゃ。思わぬ方に巻き込まれちまった、逃げ出そうぜ、ここはデンジャータウン。BGM とちょっとあったね。やったぜ。まずは一通りみんなに話を聞いて、第七騎兵隊の生き残り、オーディオ。ここでも名前がね、ディオ、時とか止めそう。もともとはゴールドラッシュで賑わったお店、お店じゃない町だ。ゴールドラッシュっていうハンバーグ屋あるよね、結構好き。そうか、打ち合いの前に敵の数を減らしゃいいんだ。奴らが来る前に町のあちこちに罠を仕掛けるんだ。決まりだな。けどよ、ここはてめえらの町だ。俺たちだけに頼ろうなんざ虫が良すぎやしねえか。私はやるよ。僕だって。やってみるか。そうさね。お前。奥さん。黙ってたって、あいつらにいいようにされるだけじゃないか。男どもより女性陣の方が強い。しかしお前。そうだ、実際男性陣ほとんど能力が低いんだよな。泣き寝入りはごめんだぜ。保安官とかはいいけどもな。セザール、そうだとも。ここはやっぱり私らも。アミーゴのため戦う。おま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 って変なの入れてるやつがいたぞ。楽しそうだな。さて、アテレコ楽しかったろうな。あんたどうする、保安官さん。ビリー、このバッジおじちゃんがつけてよ。
コなんか。このバッジをつける資格ないんだ。代わりに私は今まで下手に逆らい、町が危険に侵されるのを恐れていた。幼稚園児がつけるあのチューリップ型の名札つけとこ。危険を犯さねば勝ち取れぬ未来もある、きっと。いや、名も知らぬ旅の人、そのバッジはあなたが持っていてくれ。この戦いが終わって私が保安官の資格を取り戻すまで。お尋ね者でも保安官の資格今ないと認めたからこそ捕まえない。そうと決まったらこうしちゃいられねえ。罠の材料は俺とキッドで探す。お前らじゃ何が罠に使えるか分かんねえだろうからな。早速取っかかろうぜ。材料探しに手間取っちゃ仕掛ける時間もなくなっちまう。やったぜ。よし、まずセーブだ。金が8つなる。なんか金が鳴るまでの時間伸びたらしいね。8回鳴るまでにアイテムを集め罠を仕掛け。ただアイテム集めリメイク版めちゃめちゃ用心のためだ。楽になってるだろうね。まずはセーブしといた方がいいぜ。アイテムのある場所は光ってるからね。よし、じゃあまずねマッドドッグの装備を剥ぎます。とりあえず酒場は後でも調べられるんで、まずはぐるっと回っちゃいますか。うおー、これスーファイン版初見プレイの時はね、後になってからこんなところにもあったんだみたいな気づいたりね。あとは元はアイテムの場所わからないから樽だとかいろいろね全部調べたりしてね、どこだ、どこにアイテムがあるんだ、やることが多いって感じだったけど、今回なんか光ってないとこにもある隠しアイテムとかそんなことはないよね。今のところが多少ドアが隠れていて見つけづらくなってるけども、奥行きが出たことによりマップとしても見つけやすくなったね。余計なところは調べない。で、もともとはね上からの見下ろし視点だったから、この上の建物はねドアが見えるからわかるけども、下側の建物がここ入れるんだってね最初気づかないんですよ。下側の建物を下から入るんじゃなく、ちゃんと向かいになってて上から入るっていうね状態だったから。うんこうんこ、クマのうんこどこだ。ポールタール一気飲んではいけないね。え、わかりやすくなってんね、上からこう下向きに入るっていうのが。あ、しまった、下からじゃないと。なるほど、箱は開けづらかった。バフン、馬のフン。オイルと空き瓶で火炎瓶が作れるな。時間が少しかかるが作るか。いいよ。ああ。よし、こうやるんだぜ。ハーバリウムのことをおしゃれ火炎瓶っていうのやめろよ。できたぜ、火炎瓶だ。あれもある意味火炎瓶になるからな。使っちゃダメだぞそんな風に。まあクレイジーバンチのやつらには使ってもいいかもしれないけどもね、撃退するとともに、あ、なんかいい香りってね喜ばせてしまうかもしれんから。お、一つ目の鐘が鳴った。一つ目だ。セーブ編ね焦るんだよね。ただそれが楽しいんだよ。ここは部屋数が多いね。何もないん。
で、下の部屋にも下の階にも、ここ分かりづらいね。いい感じにドアが隠れている。何もない。で、途中で罠を仕掛け始めなくちゃいけないから、全部回ってからじゃなくて、うん、ある程度集めたら一回酒場に戻って、もう罠をお願いしないとね。で、酒場で取れるアイテム、もらえるアイテムもあるので、保安官がね、罠を仕掛けるのも得意なんで、あ、まずヘビリー、お、パ、チンコか。罠の材料はもう揃ったかね。ああ、それじゃあみんなに材料を渡し、罠を仕掛けさせてくれ。仕掛ける時間は人によって違うだろうが、急がねば。保安官、頼む。何を仕掛けさせる？とりあえずコールタールあたりを渡しので、ビリーにはパチンコ狂いになってもらいお、ビリーが扱いがうまいらしい。そんなセリフまで、うん、テキストまで書かれるようになったか。ジャニーにはパンはパンでもフライパン勝ち気な女性はぶん投げる。いいね。よーし、アニーがいなくなった。今のうちに。今のうちだぜ何が今のうちだよ。清水じゃなくなってるんですよね。アニーの部屋を物色していたら時間が。2つ目だぜ。おお、盗め盗め。星肉、なんか回復アイテムも名前変わったんだっけ。そいつだけは勘弁してくださいよ。店の売り上げなんですた、頼みますよ念をされた。いや、お恥ずかしい。どうした、なんで壁越し、ドア越しに喋った？それは私の趣味でねジェニファーって踊り子のポスターなんですよ。生き生きとしてる。目標タイプっていうのか、いい女でね。マスターじゃなくて杉田さんになってるぞ。星が、まあ譲りますよ譲りますよじゃあこれはマスターにお願いしようね。まあマスターも喜ぶぐらいだからきっとあいつらにも効果があるでしょう。セクシーなポスター、こうしちゃいられないだ。よーし、マスターがいなくなった。この隙に。マスター、店の売り上げダッシュで2階に行くの見えてた？頼みますよ